帰りはエレベーターらしいです。今の時間すごいですね。綺麗なんでしょうね、晴れていたらね。でもあの台風でも素敵なところです。昔の電話ボックスだったと思うんですけども、こういう使い方がいいですね。こんな感じの洞窟、これ本物だと思う。すごいね、すごい広いね。本館は昭和20年代だって言ってたね。ずっとこんな感じ。あ、雨でも動くんですね。対岸までね、船で送迎があるみたいですよ。すごい。台風でしたけどもね、梅の収穫午前中だけ行って、で、今温泉終了しました。亀さんすごい、アミューズメントパークみたいなホテルでしたね。リフレッシュして、あと何日間かな、あと3日間かな、柿の収穫とっても楽しいです。柿じゃない、梅の収穫とっても楽しいです。柿をやったチームとね、一緒にまたお仕事させていただいてます。楽しい、ありがとう、ありがとうございます。アジサイの季節ですね、ありがとう。2023年6月3日かな、3日目です。梅の収穫3日目です。今日はこれから晴れるみたいです。はあ、昨日はね、大雨の中やりましたけどね、今日はこれから暑くなるみたいですよ。はい、梅取っちゃいましたからね、梅さんが取ってしまいましたけど、梅の木はこんな感じでーす。青梅を取ってるのでね、熟してるやつはこうやって落ちて、それはきっと梅干しに、こういうのはダメージだけどね。梅干しにするやつはオレンジで、落ちたやつを使います。めちゃくちゃ天気が晴れてきました。よかったです。あ、いたいた、梅さん。熟して、落ちて、熟しましたね。お疲れ様でした。今日で3日目、梅の収穫終了しました。天気が良くてね、気持ちよかったです。梅さん、ありがとうございます。あ、梅なってるのがある。こんな感じです。ものすごくいい場所の梅さん。おー、3つ写した。綺麗な。あー、いつもと違って、綺麗でした。昨日の夜の泊まっているところ、こんな感じよ。季節労働というか、なんていうのかな、なんていうのかな、そういう人たちと一緒に保ってますよ。こんな感じですよ。ちょっと待って、ギブスのパキラ、ギブスのパキラ。わお、嬉しい。ご飯、夕食、豪華、めちゃ豪華。月じゃないですか。
ありがとう。ありがとうございます。天気が良いです。今日で4日目です。キャプテンは変わってる。お疲れ様です。4日目です。ゆうなちゃん、はい、ちーちゃん、ねえ、あ、ひらさん、あ、近いな、近いね、近い、あ、近い、ありがとうございます。野口です。これから初のお散歩、あと1日の滞在なので、これからちょっとお散歩に行きたいと思います。夕日さーん、